上、片付き茶入れ、中、内海茶入れ、下、大会茶入れ茶入れとは、講義には抹茶を入れるのに用いる茶器全体を指し、競技には夏目に代表される木製茶器に対する陶磁器製の茶器を指す。濃い茶用は濃い茶入り、薄茶用は薄茶器、または薄器などと略称される。夏目は薄器の代表的なもの。また濃い茶入りは陶器、薄茶器は、 湿気が原則とされる。古くは茶壺を大壺と呼んだことに対して小壺と呼ばれ、また葉茶壺に対して抹茶を入れる容器として類雑壺とも呼ばれた。現在では濃い茶を入れる容器として特に農茶器とも呼ばれる。蓋には造毛が用いられ、蓋の裏は金箔張りが施されていることが多い。陶器としては何の変哲もない活用小壺に過ぎず。 これらの微妙な個性に美しさを乱す点は茶の湯文化の際だった得意性となっている。他にも多くの種類があり、さらに名物にちなんだ細かな分類もなされる。片付き茶入れ中世の日本で西洋陶器の生産が遅れていたことから中国から油壺などとしてもたらされた西洋の小壺なども大切にされていた。室町時代には抹茶を入れる容器として価値を高め、 失来の様式化に伴って有品が選ばれるようになると特に優れたものには名が与えられて名物となった。またタとなる陶器製の蓋は最初から製作されていなかったようであり、現在見るような造毛の蓋は日本人が付けたと考えられている。特に桃山時代にはその優劣を見極める技術は好き者の必須技能となり、名物を見るために 多大な労力を払うようになった。さらに、駒の茶が追求される中で、書院に適した格式の高いナスよりも、片付きが重要視されるようになった。合物茶入れ、特に瀬戸茶入れについて話すときに避けて通ることができないのが、釜分けである。釜分けとは、合物茶入れの分類法で、形や釉薬の調子を参考に、グループ分けをしたものである。 1811年出雲松江藩主で茶人の松平不昧が瀬戸東器乱章で提唱した。不昧によれば、愛物茶入れは瀬戸茶入れを中心として、次の8段階の歴史がある。ありがとうございます。